山田涼介、ビリオン×スクール、頼みの綱は、VR おじさんの初恋、月花、出演の若手俳優鬼門で惨敗スタート、鍵を握るニューパワー。7月12日、ヘイせイ、ジャンプ山田涼介、31主演の連続ドラマ、ビリオン×スクール、フジテレビ系、金曜夜9時の第2話が放送される。五日には第一話が放送。 平均世帯視聴率が4.3%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区で、全話平均視聴率が4.7%と爆死した前期イップスの初回5.8%を下回ってしまった。同ドラマは、日本最大の財閥系企業、鏡グループの CEO で、億万長者ビリオネアの主人公、鏡霊、鏡霊山田が、身分を隠して教師となり、 様々な問題に直面しながらも生徒と共に成長していく学園コメディ。山田にとって初の金曜9時台ドラマ主演で、週末の夜にふさわしいエンターテインメントを狙ったが、第1話は、鏡は天才的な頭脳で革命的な開発をしてきた発明家でもあるが、自己中心的な性格が目立つ一面も。そんな彼が、有能な秘書兼ボディガードセリザはいつか、 木南遥香38とともに、進学校である私立江子へと学園に教師として赴任する。鏡の目的は、聴講制度の教育用 AI プログラムの開発だった。鏡は、やる気ゼロ、才能ゼロ、将来性ゼロの生徒が集められた3年で、ゼロ、組の新しい担任になるが、早速、俺の配下になる喜びをしれっと。 生徒に上から目線の問題発言。さらに授業がわからないと切れる生徒が鏡に触れた瞬間、センサーが搭載された AI スーツが反応して投げ飛ばしてしまい、という展開。低視聴率の割には、X、旧ツイッター上の反響は、社会問題とかの重たい空気じゃなく、ちょっとずれた熱い教師と振り回される生徒からの助けに来てアクション、最高じゃん。 セリフ回しのテンポの良さ、どこまでアドリブなのかわからない脚本と演技、見たかったのは、これだよ、これ、などと好評だった。では、惨敗の原因はもともと金曜9時枠は、フジテレビにとって鬼門だったんです。日本テレビが、金曜ロードショー、TBS が、中井正宏の金曜日のスマイルたちへ、や拡大版の、それスノーマンにやらせてくください。 ソレスのテレビ朝日がミュージックステーションと人気番組が揃っています。特にこの日は日本テレビで映画キングダムに遥かなる大地へ TBS で荒らし二宮和なり41がゲスト出演するソレスの SP が放送。それを考えるとビリオン×スクールの視聴率の数字は頑張った方かもしれません。ドラマライター山川 死の組とも言えるこの枠で巻き返す方法は生徒役の若手俳優が鍵になるでしょう。学園ドラマなので、この回の西谷章、水沢林太郎21のように、毎回誰かがフィーチャーされるはず。そこでの爆発力に期待したいです。おバカキャラのトラビスジャパン松田玄太25もいいですが、それより上坂樹里十八と倉沢アンナ十九。 彼女たちが印象に残る演技を見せれば、注目度も上がり、数字の上昇も期待できます。全同。上坂は、一番好きな花、富士テレビ系デッシ緑、田中玲奈44の中学時代を演じ、倉沢は NHK 夜ドラ、VR おじさんの初恋、で主人公遠藤直樹、野間口徹、五0の VR 世界での姿、アバターを演じた。 特に倉沢は、女子高生の姿なのに、野間口らしさが感じられると好評だった。初回は強力なライバルに屈したが、フジテレビは金曜9時枠の連続ドラマから撤退するので、本作が同枠のラスト作となる。どんな最後を飾るのか、今後の展開が気になるところだ。生徒役の若手俳優はもちろん、脇を固める教員役たちも、シダ未来、31。 めぐみ42、かきりゅうのすけ31などと実力派ぞろいなので、山田とドラマを盛り上げてくれることに期待したい。ふんだんなアクションシーンも見いラえあり。